はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。テイルズ・オブ・ザ・ネオン・シーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はちょっと英語の部分がですね、翻訳されていない部分があって少し分かりづらかった部分もあったんですけども、まずチャールズですね。チャールズがいなくなってしまった。で、クリニック国に向かったのか、クリニックが怪しいのかちょっとわからない、その辺ちょっと把握しきれなかったんですけども、おそらくこれからクリニックに向かうんですかね、この警備ロボットをかいくぐって、ミッションとしては次の物流ステーションを調査する。確実にこれ当たったらダメっぽいので、天空城の2119年9月の11日、社交ソフトウェアでは突然にある写真を出た。その中でいろいろな似ている建物が建設されている。こっそりと調べた人はこの建物の材料は全部見たことのない新材料、天空城で写真は暴露され大騒ぎを始めた。民間では陰謀に関する言い方はたくさん出てくる。しかし騒ぎをすぐ収めた。ネットで関係のある情報は操作できない。もうすごい、関する写真も撮れない。相当これはなんか大きいバッグが何かか一切調べさせないっていう感じですか。で2131年9月の19日に総合政府かな、スカイシティの計画を正式に発表。ここで正式に発表ですね。でもこれ謎の材料を使って立っているっていうのは何なんですかね。成功都市の周辺の政治や経済文化の中心はどんどん天空城に移っていった。大事なのは天空城がどんどん拡大していって日差しが取れなくなっていっている。あんまり反対されてますね、天空城は。でもなんかスーパー戦略武器を持っている天空城、抑止になってるのかな。それがなんか悪いことしたら兵器使いますよっていう。こっちはいけそうに、あっ、お、このゲームにゲームオーバーなんてあるんだ。
初めて死んだかもしれない。再挑戦。マジか。待て、右側意味がなかったから、これは取ってないことになってる。じゃあ下に降りて、ああまたこれですか。こうじゃないですか。で、一応翻訳ソフトを導入したんですけど、翻訳できるかどうかですね。昨夜ここで何かが通過したが、それはさらにどこか下から来たって書いてますね。 G-04 から来たっていうことかな。何個でしたっけこれ。そちらの状況、このここは日本語なんだ。ただいま物流センターをハックしました。それで運送の起点はもっと下のところ、G-04。どうやらまだまだ下に行かないといけない。下にはギャングが厳しく完成した路地がある。それを利用し、密輸と違法商売を行っていた。あそこを調べるのもいい。だが、あそこの地形は少々複雑。お、BBX 登場。お前の通信チャンネルの権限があってよ。対話をハックするな、することなんてちょろいことだ。後でオフにする。あ、でも心強いですね、BBX。上の事件について、まあ、ギャングも、騒いで慌てているから、下の警戒は多少軽くなっているのかな。クエスト更新、ギャングの密輸の路地へ行く。下に行かないといけないですから、この電池はもう取れないのかな。これをタイミング、この辺早い？危な！こっちでいいかな。とりあえずこっちに行って。あっ！何もない。ここまで来る。よし。で、下に降りる。お。危ない危ない。ここだね。ここで左に行って。待って、これ、待って！
おお。ここか。よし。振り向く瞬間一瞬あ、うん、その一瞬を駆け抜けなきゃいけない。ここだ。あ、別に駆け抜けなくていいか。でこっち入ってお、ウィリアム、おお、さすが、助かったよ。この哨戒無人機が突然飛んできた。ウィリムがついてきてよかった。しかしこの無人機は軍警用の型番を改装。王様はどこからこんなに多い、こんなにも多く集めたのか。うん。新しいファイル。無人機管理条例は民間機が許可されていない。公共区域で飛行することはできないが、無人機の管理区域に組み込まれていない橋下区は例外である。もう橋下区っていうのは橋下区専用のなんていうんですかね、法律があるみたいな感じですね。うん、戻れなくなった。ウィリアムが上にいてくれるけど、あれ倒してくれないかな。ここは無理か。まず電気が通ってないから危ないな。こう行ってまた振り向き、電気が来てない、危ない。こいつを、下げて、あぶ、ちょっと無人機を始末、始末、こうして、こうすると、あそこの電気が通ったけど、これは、ああ、このそっち側もか。これでこうしたら、どこどこに通したらいいんだろう。これでなんかできない。
りあえずいろいろ試すしかないな。全部に通さなきゃいけない、もしかして。いやーでも無理、難しくないかなそれは。これで、アップ。待てよ。まずは、あの真ん…この上です…あぶね、この上に電気を通せば…難しいな。どういうことだ。これでいいんじゃないのかな。真ん中の上ためか。これでどうかな。お、来た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 。お、ウィリアムが移動して。で、もう一回上に上げて上げて。あれでショートさせたらいいのかな。タイミングが難しそうだけど、ここで OK 来た。おお、これで上に上がれるようになったから。あ、待てよ、もう一回下げればいいのかな。違うな。あ、あ、一回何？あ、これで OK か。で、電池を取って、ニッケル水素電池。これでウィリアムが向こうが行ったけどいいのかな。で、下に降りる。
あ、電池を入れて物流センター、ここはどこだ。以前の方法で解読。あ、分かった。いや、分かってない。あ、ん？こうして。ああ、なるほど。こうですね。こうだ。ん？荷物の発現地を調査。これは？爆弾。正しい順で導線を切れば解除できる。視野を切り替えて。1234の順に切れと。1は。右下。うわ、これ待ってくれ待ってくれ、これ一番上じゃないかな。いった、うまくいったんじゃない。で、2が左上は、これだ。よし。3が、左下の線は、うわ、目おかしくなる、これ。紫。OK。で、おー、爆弾解除。あー、ここに爆弾があるっていうことは、相手も警戒しているってことですね。レックスがここに来るかもしれない。レックスとは限らないけど、誰かが来るかもしれないから設置していったっていうことか。中断。あ、これをもう一回。もっと下、G05 と G06 からまずは来てますね。さらに下だ。2つの道がある。お、BBX。右の方が正しい。G06 ですね。ここのトンネルは倉庫まで伸びていく。だが倉庫の入り口は全部封じられている。どうやって中に入るか。
どうやらまたあのおバカさんに協力しなければならない。 ウィリアムで、ここでウィリアムがなんかするのかな。はい、では今回はですね、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。